希望のジョンナムジン、椎茸で有名なジャンフンのマスコットであるピョドンイです。クッサミネが東側に伸びて、皇帝のある山峰の渓谷から流れてくる小川はジャンピョンミョンを通ってボソン川へと流れます。この支流を流れているもう一つの小川はジャンドンミョン北部から始まりますが、ジョヤンリ、イックのマルメとファンホの間を流れる小川をせき止めて、その昔から農業用水として使ってきました。100メートル余りのこの遺跡に関わる逸話です。雨が降るたびに遺跡が崩れてしまい、農業で暮らしていた村人たちにとっては大変な毎日でした。ソンドゥルボ、それで村老たちが集まって議論した挙句、お供え物を捧げることにし、豚、牛などを捧げましたが、全く効果はありませんでした。そんなある日、村の最年長の方の夢に神霊が現れます。若い独身の男を生贄にして捧げれば遺跡は崩れないであろう。次の日、最年長者は村人を集めて夢の話を聞かせます。これは天地神妙のご意志であるようだが、となるとどこで若い独身の男を探したらいいものか。でも一体誰が自分の命を捧げようとしますかね。一方、この村には母親に仕えて母親と二人で暮らしているソンドゥリという青年がいました。彼は母親への孝行心が非常に熱い青年でした。この母子は貧乏な暮らしをしていて、日々生活の糧にもことかくありさまでした。チョンガーをお供え物にすると遺跡が崩れなくなるという話を伝え聞いたソンドゥリは、自分の母親のために命を投げ打つ決心をし、村長に会いに訪れます。私でよければ私が生贄になります。ソンドゥリ、お前が。はい、村の皆さんのためなら私の命を捧げますので、何卒母のことをよろしくお願いします。村人たちはソンドゥリの行進を高く褒めてあげてから、お供え物にし捧げることにします。ソンドゥリは川水できれいに洗ってから、村人が用意してくれた小ざっぱりした服に着替えます。そして村人が見守ってくれる中、川水に身を投げます。お母さん。その年も大雨が降りました。洪水となり、水かさが増した川水が遺跡を押す力は甚だ強かったのですが、遺跡は微動だにしませんでした。しかしながら、それ以来雨が降る日には、ソンドゥソンドゥソンドゥ、ソンドゥリの切ない鳴き声が聞こえてきた村人たちの心の琴線に触れました。それでこの遺跡をソンドゥルボと呼ぶようになったという話です。他ではソンドゥリがチョンガーではなく乙女だったという話もありますが、当初は乙女をお供え物にし祭事を行ったにもかかわらず、また遺跡が崩れたので、その乙女の霊魂を慰めてあげるためにソンドゥリというチョンガーをお供え物にしたら遺跡が崩れなくなったという話も伝わっています。